地獄への扉は、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・風シリーズに第9話。2006年6月10日に BBC1 で、初めて放送され、2部作の前編である、闇の覚醒は6月3日に放送された。本作の舞台は、ブラックホールを降転する惑星クロプトールである。本作では、異星人のタイムトラベラーであるドクターが深い穴を折り、地下に囚われたビーストと対面する。 同時に、ドクターの旅のコンパニオンであるローズ・タイラーと人間の遠征チームは、ビーストが基地のウードを支配下に置いた惑星からの脱出を図る。ラッセル・ティ・デイビス曰く、ビーストのデザインをインスパイアするため、ザ・ミルの四角デザイナーに筋骨たくましい不気味な絵を描く、コミックアーティストサイモン・ビスレーのイメージが多った。本作のコメンタリーでデイビスは、脚本の初期案で、 ウードの役割をスリジーンと同士のラキシコリコファラパトリアス人で埋めていたと述べた。奴隷化された彼らは人類から自らを解放してくれると信じたビーストの覚醒を望む予定であった。デイビスは奇妙なという意味の夫との言葉遊びも意図してウードという名前を選んだ。DVD コメンタリーによるとターディスでドクターがザスタッフ・オブ・レジェンドといった最終シーンは 2006年のシリーズのための最後に近い主要シーンで、最終エピソードが数週間先に撮影されたビリー・バイパーを出演させたものでは最後であった。しかし、本当に最後に撮影されたシリーズ2のシーンは永遠の別れの最後のクリフハンガーのシーンであった。また、デイビスは本作のクリーチャーには数多くの使われていないアイデアがあり、シリーズ3で使用されるだろうと言及した。 これは、サウンドオブドラム、ラストオブタイムロードのトクラフェインであることが、ドクトル風マガジンのデイビスのコメントで明かされた。本作は2006年6月6日つまり獣の数字を挟む形で前話と共にそれぞれ土曜日に放送され、悪魔に関連するストーリーで、その週を飾った。地獄への扉の当夜の視聴者数は550万人で、この原因は、 イギリス中の気温が異様に高かったことと 2006FIFA ワールドカップのイングランド第一試合と追ったことと考えられている。地獄への扉の番組視聴選挙率は35%であった。これはすなわち全体シェアは一定を保たれワールドカップの試合とドラマカジュアルティーに次いで3番目に視聴されたことを意味している。最終合計値は608万人で2005年に 番組が復活して以来、ドクター風で最低の値であった。アプリシエーションインデックスは86を記録した。日本では2007年2月13日に NHKBS2 で2008年2月5日に NHK 教育で放送された。2011年3月27日にはララ TV で放送された。 本作と闇の覚醒はエルトン君の大冒険と共に2006年8月7日に通常版 DVD としてイギリスで発売された。同年11月20日には完全版シリーズにボックスセットとしてジェームズ・ストロングとマイク・ジョーンズ、ラニー・ジュキによるコメンタリー付きで再発売された。日本では2007年5月23日に同じ組み合わせで 特典映像ドクトルフコンフィデンシャルと共に発売された。イグンのアフサンハクは地獄への扉を10段階評価で発展とした。彼は全体として肯定的でビーストに命を吹き込んだ CGI を称賛した。一方、ドクターには論理の飛躍が起きていると述べた。SFX のデイブ・ゴールダーはストーリーの待望は制作の価値に見合わないと感じたが、 テナントとバイパーを称賛した。彼は、ターディスをたやすく見つけたことなどいくつかの脚本の不発点を挙げた一方、ストーリーをアクションが詰まり、野心的で感情的に消耗させ、幸運なことに他のどの SF 番組とも恋に性質を違えていると表現した。ナウプレイングのアーノルド・ティーブ・ランバーグはさらに批判的で本作を C と評価した。 彼はドクターをモンスターに合わせるまで時間をかけすぎたと感じ、対面のシーンをうなる CGI 効果に当枠を引き起こすように荒れて怒なっていると結論づけた。また、彼は他の登場人物に何も言わずローズを救う話をしたドクターの会話を批判し、前話で登場しなかったクルーメンバー数人が登場して、全体のプロットも拉致が開かないと述べた。なお、彼は、 ゲスト出演者の演技や音楽、効果を称賛し、本に部作は、登場人物がしっかりしていてとビジュアルデザインが、素晴らしく、刺激的な瞬間があり、成功と言って良い。ただ貧相なプロットと、明らかに逃した機会にのみ損なわれている。と結論付けた。ありがとうございます。